お疲れちゃんテストラットです。今日は迫撃ですね。迫撃を使っていこうと思うんですけど、これがグローバルの見た方が早いか、このアナバンって人以外ですね、まあこの2、3、4、5位がみんな迫撃で、そのうち2人がコウモリ型で、残り2人がこのコウモリがガゴムレですね。そうなんで、今はプリンス型じゃなくて、またこの アウトロー型の、まあ、コウモリかガゴムレの迫撃がすごい今流行ってるっぽいんでね、まあ、今日は僕はまあコウモリ型のちょっと回転早めの方でやっていきたいと思います。で、ですね、ちょっとトロフィーが500じゃない400ほど落ちちゃいまして、正直ありますね、まあ、64、この64とか前回ぐらい行った時に、いやー今季余裕だとかマジで抑えてたんですよ。抑えてたらやばいですね。ちょっと焦りを感じてます。マジで勝てなくなりましたね。でもう無限になんか迫撃使った瞬間でさっきジャイアンスタンスプ来たりとか、なんか勝てる相性にも勝てなかったりとか、なんかミラティブ配信をしてた時に天狗とか、まあ、スナイプしてきてボコされるとか、なんか結構ね罰が続いてるみたいな、天罰下ってますけど、まあ、言うてね、はい、今から3連勝したいと思います。いやマジでテイゴットのあのスナイパーちょっとタッチ悪いんですよ。なんか僕がマルチ休憩してた時に迫撃デッキをね、そのセットしてて休憩してた時に、あらったま行けよみたいな、マルチ遅いよ遅いでみたいな感じで、ああまあいいよじゃあ遅わって言ったらテイゴットしかもジャイサンスペット、おやーってこいつ本当に悪いやつだなと思いましたねっていう話ですね。まあ、テンゴットっていうのはあのポノススポーツ所属の、まあ、プロゲームのことですね。まあ、仲いいやつなんですけど、ちょっとねカッチェーってなりました。懐かしの、いやーこれはまあしゃあない、これもうロリッタから処理して、で結構ガンガン攻めますね、このデッキ。ガンガン攻めるって攻めるけど、まあ、防衛もすごい強いんだけど、すごい攻めますね。まあ、どういう時に攻めるかっていうと、まあ、相手が、あの、ボーラーベビードラとか、1体1体のユニットのコストが全部4とか5とかの時、高回転の相手のデッキに対して攻めても、結局、すごい回転でね、うまく防衛されちゃうんで変わるんですけど、相手が結構こういうペッカとかファルチとか、まあ、すごい重量級ばっかだときは、すごいあの、ディガーコウモリで逆転攻めたり、迫撃すぐ置いたりみたいな。結構こっちがね、先手で、先手して、すぐ攻める感じでやっていきますね。で、これはちょいあの、ISP あるんで、コウモリは後からですね。いや、これはもうディガーつけてあげますね。いや、でも、間に合わないか。やめときます。ファルチェとか裂いたらもう逆サイ迫撃置いて、これはもうディガーしてロリ、多分ギャウッと来るからウッと来てからギャング今度回避、これもうでも5コス裂いたんで迫撃ですね、迫撃ですね、ほい、あーやばい、もちろん防衛しようよ、おい待って、やばい、あえ、おー相手があの吸ってくれたから助かったけど、えちょ待って、沼ってね、マジさっきから無限に勝てないんだけど、マジ無限敗北が無限、相手のアイグレ、それは相手も沼、やばい、敗北が無限ってかっこよくないですか、なんかダサいだけか。やばいけど、これはいい感じですね、勝ちっぽいですね。これで5沼1個として、こうしっかり守れればいいんですけど、しっかり守りたい。ファルチェティーナが、なるほど。おーおーおお、それはなんかうまくね、変な許容。言うてね、フキアイズ、ゴッド。OK。で、これも攻めますね。で、何が来るかな。はい。あー、で、ファルチェティーナが、ファルチェティーナ、まあまあまあ、でここの吹き矢が多分鬼強いんですよ。あ、この吹き矢が OKOKOK でギャングで OK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  でもう攻めますね。攻めこそが最大の防御っ
ていうようにこう攻めてしまえば相手はね回転で苦しいんだ。でこのディガーもあの逆サイのというかあのキングタワーからダメージ受けない位置ですね、しっかり出してあげることによって OK 勝ち。よしでかいでかい、さっきまでマジで負けてたんすよ、本当に負けてて動画撮ろうって思ったんだけど怖くて怖かった。マジで鬼の連敗かましてましたからね、鬼の連敗よしっていうわけで反撃、まあやっぱデッキが強いっていうのもありますし、まあ、使いやすいんじゃないですかね、結構使いやすいと思いますね。しかもあのこれ多分ウルトラがないあディガーか、ウルトラがディガーだけで他がしかもあの、まあ、槍ギャングコウモリとかあのノーマルが多めなんで、ね、普通に反撃自体もノーマルだし、普通に結構カードレベルも揃えやすいんじゃないかなと思いますね。反撃置いてバルーン釣ります。で、釣れるからこれで。ほら、ゆっくりしていきますか。相手もこのバルーンよくわかんないですけど。マジでよくわかんない。このバルーンどうしたのっていう。あ、待って、これ爆破でさ、俺のガールが吹き飛ぶ。やばい。いやあ、あはやなあめやさすがにずるくね、さすがにずるくね。あでもこれはファイブ防衛すればいいかな、いやファイブ、いや打つのももったいなかったからこれ打ちますね。はい、まあまあまあ、でライトニングヤーメのラバルメガゴガゴテンプレガゴがあったかわかんないけどテンプレっぽいんで、まあ迫撃で攻めますね。ダメージがやばいですけど、これでガゴ来たらアウトロー速攻置いて、ボスギだったらいい。でこれヤラム飛んできたらコウモリ追加してディガーも追加してです。だからまあディガーコウモリが相手からしたら鬼しんどいですね。あなるほど、バルキリーや、あー苦しいな、苦しいけどこれ今メガゴしかないからディガーコウモリでこれだけで相手は苦しい。でこれだけで多分鬼しんどいからってそのまま攻めてあげて、ああスケルトン戻ってこないで、これまだ攻めますね、まだ攻めます、もう回転で一気に押しますね。あなるほど、あこれちょっとやばめだけど、まあ言うてみたいなとこないな。これはディガコウモリで相手はコウモリが苦しいんで、でこれ迫撃でバルーン釣ります。でこの吹き矢も本当はあれなんですけどね、よくないバルーンに当てたかったんですけど、でこれ5打つ OK、 やばい待って、そっちが待って、俺の勝ち、俺待って負けんの、ちょい待って、やばい本当にやばい、でも160だな、終わったくね、ちょっと待って、違う、俺の勝ちを取らないで、待ってよー、やっぱ俺沼っとるやんけ、なんか勝てないやんっていうか、これはあれだ、聞いてください、これは僕が悪いんじゃなくてマッチング運がおかしいわ。でこの山雨丸切りっていうのが無理だからしょうがないです。はい次、ついてないってやつですねやばい、なんか本当に永遠になんか罰を受けてるかのような、やばい、どうしてっていうぐらいやばいですね、マジで。別にそんな悪いってもしないと思うんですよ。でそう、使い方とか何も言ってないけど、まあなんだろうな、基本的に反撃置いて延命できそうだったら延命するんですけど、まあちょっと無理だなって思ったら、まあ無理には延命はせずにね、もう一回防衛してから、えマジ、ちょっと待って、え俺いじめられてね、さすがに違うでしょ、さすがにな、さすがに違う、振り多分似てるようで似てないデッキですね、さすがに。これでディガーギャグしてバルキリーとか出てきた時にはもう俺は泣く。いきます、ちょっと待って、一緒にこれマジ、まあまあ許そう、メガゴだったから許そう、さすがにやばくね、だって同じじゃん、絶対ラバやん、しかもやだめやん、え
マジ？そんなことあります？これでここの反撃は絶対バルーン釣れる位置なんで、普通のなんか送るよりも一マス内側にね、一グッド絶対バルーンが釣れますね。で逆サイフキャーからのちょんちょんで、ここもよしと。え、ちょ待って、絶対バルーンが釣れる位置取り言ったよ。え、待って待って、釣れなかったこと初めてなんだけど、この位置で普通に。え、ちょ待って、え、これが沼ですか、これが沼ですか、梅さん僕をそんなにいじめるんですか。ちょっと待って、またラワやんけ、またラワやんけ。ちょっと待って、これで墓石来た、取って取って、待って、そっち行く？待って、まだバトル始まったばかり。いや、もう終わりそうだ。あと50秒しかない。え？待って。ちょっと待てよ。どういうことだ？どういうことだ？これ同じやん。あ、バルキリーと縦線がちょっと違うだけで同じじゃないですか。ちょっと運営さん。ちょっと運営さん、僕動画撮ってるんですよ、今。動画の時だけでも勝たせてくださいよ。動画の裏でも勝てない。動画中も勝てない。もう終わった。え？待って、違う。これは勝つプレイヤーなのに。でも、反撃防衛で使っちゃうと、あれなんですね。オーは終わりみたいな。オーは終わりゲーミングに見えたところを隙をついて、俺は一気に攻めると、このギャングが刺さって、マジかー、マジか、変わった。はい、やばくない？やばいっすよね、やばいっすよね、これもういじめられてるまでないっすか。まあ、ラストね、もう勝ってお願いしたいと思います。その次負けたら6戦落ちちゃうんでね、さすがに負けないっすよ、さすがに負けないっていうこのプレイプレイ。ふう、よし、勝ちます。これちなみに今日、まあこの動画は何時あげるから、もう5時とか6時ぐらいか、まあ夜、まあ、7時か8時か分かんないけど、1月31日に上がると思うんですけど、あれですね、今朝7時ぐらいに撮ってますね。はい、おはようございます。え、待って、これさっきやってくね、あれオーブンでもやってないな、知らない、なんでもないです。なるほど、ロリーババで、ここでロリーババして、このギャングをオーブンから守りつつ、このままオーブンを壊していくっていう、まあ、こういうロリーババの使い方すごい大事ですね。まあ、ここはもうケツコウモリで、でこれは迫撃ね。でロイジェイ、この逆サイ側に置いても、あの十分いいんで、この棒でいきますね。逆サイ側でいいですね、しっかり歩いてくれて。やばい、ロイはやばいけど、ですね、左右にしっかり振って攻めていく場は全然ありますね。ここはロリババ咲いてからディガーギャングしたいけど、相手がオーブン出てくるか突然置いてくるから、ディガーをオーブン呼びに置くか悩みなんだけど、で内側に置いてしまえば相手は苦しい。 OKOK、 いいよ、ああ出た、エレクトロウィザード。え、これさ、やばくね、シンプルにさ負けたくさくね。ちょっと待ってな、マジで違うんだよな、これ動画にしていいのかな、いっか。あ、ちょっと沼にはまってるっていう動画でいこうか、そこでもありますね、言うて。で、ここは、ベビーでロイジャイがいるから、一回待ちですね。ロイ来たら迫撃で防衛、逆サイ側に置く。で、この瞬間にディガーコアモリで攻める。で、相手も攻めてくる。で、詰む。わかりやすいです。あの瞬間に攻めちゃうと詰みます。なんでロイジェイとかに対してはしっかり一回守らないと良くないですね。でこんな風にもう落ちちゃいます、ね、
え、これさ勝ち目なくない？なんかちょっと待って、今日の動画本当にこれ何にもためになんないけど、いやーマジでしゃーなし、許して。これマジで、でもこの相性が悪いんですよ本当に。聞いたし、しっかり迫撃で攻めるじゃないですか。でユニット出してくるのをギャングとかアウトローで守るじゃないですか。そこで相手が待ってユニット出してくるのをまあ処理できそうならするんですけど、もう無理だったらその瞬間とかに逆サイロリババコウモリというかディガーコウモリ、これディガーコウモリが強いんですよ。ディガーコウモリ押しとけば結構タワーポキ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 いっちゃうんで、いやマジでこれはいじめられました。はい、なんで良ければ良ければというか、マジで海外の人らが結構いるんですよ、この上にトップに反撃が。なんでマジ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 で使ってみてください。でこのコウモリの句はガゴムレでもお好きな方で、はい、というわけで終わります。お疲れ様でした。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では失礼します。